どうするんだ。王者との決戦に備え、切り札となるヤシオオリの建造が進んでいた。英雄たちは資材を集めては小田原城へと運び込んでいたが、そこへ妖魔軍を率いた孫悟空が現れ、資材を強奪されてしまった。資材奪還に名乗りを上げたのは花崗豚と宮本武蔵、源義経。三人は孫悟空が陣を構える小牧長久手へと向かったが、武蔵と義経の胸中には資材奪還とは別の思いがあった。願わくば誰よりも強き者との戦いを、そう願う二人はある者の姿を思い描いていた。旋回の将ナタ、三国に敵なしと謳われた呂布をも苦しめた男。叶うならば立ち会ってみたい。この戦に彼は現れるだろうか。モノノフたちは最強への挑戦を夢見て敵地へと足を踏み入れる。味方が襲われているのはここだが、それほど激しい戦いにはなっていないようだ。なんだ、ちょっと拍子抜けだぜ。強敵がうじゃうじゃいるかと思ってたのによ。何を言っている。今の俺たちの目的忘れたわけではあるまい。ヤシオオリ建造のための資材を奪還すること、そのために来たことは承知している。だけどよ、こっからは見えねえだけですげえ強敵が待ってるかもしれねえよな。お前というやつは。行くぞ、早急にこの任務を終わらせる。過去現状の戦見せてやろう。先に茨城道士が捕らわれているらしい。おそらくそこにヤシオオリの資材もある。急いで救出に向かうぞ。茨城道士の他にも襲われてる奴がいる。みんなまとめて俺たちで助けようぜ。よっしゃ、まずい。こんなところにあいつらを助けてきたのか。せいぜいあがくがいい。敵将過去現状が討ち取った。救援感謝の言葉もない。これよりは共に進み力となりましょう。踏ん張れ。このままでは。今少し粘るのだ。何？許してたまる。どこから現れた。敵将過去現状が討ち取った。おう、よくやってくれた。頼もしいことよ。熱消してやる。何よ。俺
抑えておいでですな。いいところに来てくれた。まだ無力が残っていたとは。どうせ勝つだ。叩き潰せ。せいぜいあがくがいい。敵将打ち取ったぜ。礼を言うぞ。撃ち取ったぜ。わし遅かったな。こやつはすでに我らが包囲したな。やる。せいぜいあがくがいい。敵将撃ち取ったぜ。俊策至極に存ずる。あらどこから敵が不遇。人間どもを根絶やしにしろ。とんだ失態。俺を煩わせて申し訳ない。天地王子。俺は生かしておいてやる。貴様はこの水木様に討たれるのだ。茨城道士無事かよ。助けていただきありがとうございます。俺に任せな。足王よりの資材はここにはありません。総力が中央トンネルで破壊しようとしています。急いで資材を奪還しに行くぞ。さあどうやってこいつを破壊すっかな。さすがのお働き。メッセ裏へ。どうぞ。
すんぞ。さすがのお働き、源氏奥義。人間どもめ、調子に乗るな。俺ごと噛み砕いてくれよ。無茶苦茶に存ずる。さて天使王に俺様と遊んでほしいのは誰だい。どこだなと姿を現せ。助けるぞ。うん、骨ごと噛み砕いてくれ。またやられちまったぜ。お前ら助っ人にお邪魔し願うか。おい助けてくれ。ナタ上に追えねえ奴らが来てんだ。いいよゴブン、次のやつに戦いに僕が出る。すんなよ。あっやべえ。この過去現状こそ真の三国無双よ。おお一段と冴えておいでですな。バラセキッコーかってやく。やるじゃねえなよ。楽しかったぜ。やれ。ありゃナタってやつか。うん、聞けばあの呂布も倒したゴーのものとか。おい、あんた、一つ頼まれてくれ。奴との勝負に立ち会えとでも言う気か。俺たちには今なすべきことがあろう。いや、かの者の武芸、俺もこの刃で確かめたい。たぎりよって。奴を打ち払わねば先へ進めんか。おいナタ、俺と戦え。どうして君たち人間は僕に挑むの。何でも何でも負けるわけない。逃げ出そうとする弱い自分を切るためだ。それができなきゃ道は極められねえ。お前にはわからないのか。大したくない胸の高鳴りが。胸の高鳴り、僕にはよくわからないけど、その身は大事なものが欠けているらしい。後悔するぜ。挑戦、仲間、協力、負けたけど何かがちょっと引っかかってる。手強い相手だったな。だが噂に聞くほどではなかったか。ああ、でも油断はできねえ。次に会う時はきっともっと強くなってるぜ。うん、俺もそう思う。次に相まみえる日が楽しみ。我、ことにおいて後悔せず。着せずして
ナタとの戦いが叶ったな。勝つことはできたが、あの強さ尋常ではなかった。強さへの執念、あれは本物だ。交えた剣から伝わってきたぜ。次に会ったらもっと強くなってるかもな。なんだ、おじけづくような柄でもあるまい。おじけづいてなんかね。これは武者震いだ。まったく、幼者討滅という目的を忘れんようにな。